強、強慢の強ですね。死というのは欲しいままという、自分の思い通りにする。まあ今の日本人には多いですね、この強しという人間が。相手を尊敬しない、自分の思うままにすると。縁台というのは、厭うという字に怠けるという字書いてありますね。縁台、これは、文文の方が面白い。意識が麻痺してという意味なんですね。正常な心の働きが働かないわけですよ。だから、仏を敬う心や仏に会いがたいなという思いを生ずることができなくなる。人間はその正しい意識が麻痺してしまいますと、どういうことになるか。これは素晴らしいイメージというものが働かなくなるんですね。まあもともと持っていなきゃしょうがないんですけれども、持っていた人間も、意識が麻痺して相手を尊敬するという気持ちが起きないで、どうしようもない人間になってしまう。これでは困るわけですね。私は子供に今さまざまなことを教えたいと思っているんです。私自身が父親からいろんなことを教えられましたので、私の子供にもそれを教えたい。例えば人間は一人一人みんな違うということを気がつかしてやりたい。兄弟二人おりますけれども、上の兄の方はやっぱりあれですね、長男というものに生まれて、家を背負い、そして母を背負っていくという、なんか十字架ですかね、こういうものを感じているようですね。ところが下のやつときたらもうまるっきりそんな気はないんですね。そして自由奔放に生きている。まあそれはそれぞれそれでいいんで、人間一人一人違うということ、それを気がつかしてやりたい。尊敬すべきものを、尊敬できないようなものは人間のクズだっていうことを教えたい。そしてこの世の中には尊敬すべき立派な人物が確かにいるんだし、その人によって人生の本当の意味が分かるようになるんだということを教えたいんですね。私夜その子供かなり遅く寝るもんですから、私の布団の横に寝ているわけで、長男なんか特に寝てますとね、目開けて私の顔を見ているんですよね。いつも見ていますわ。それで私が小さい声で、まさき、こういうことがあってな、つって、話してやりますと、上の子はこの布団の中での親父の話っていうのが一番好きなんですね。本当に一生懸命聞いてますわ。で、そういう時にその、人生にはいろんな人がいて、そしてそれぞれの人がそれぞれにその値打ちがあってな、というようなことを話してやると、それはなんか心の一番深いところへ、入っていくみたいですね。まあそういうことはその、心の働きが、麻痺していないからそういうことが起きるんじゃないでしょうかね。まあそういうふうに、なかなかうまくいかないもんですから、そこで仏様は、この世から姿を消していかれるのだという、そういう衝撃を与えるわけです。それがまあ法華経の受領本に説かれていることなんですね。で、仏様に対するそのすごいその尊敬の念というものがあって、だからこそその人を失うという悲哀感がまあ激しいわけですね。私はこれがやっぱり人間がまともにこの世を生きていく一番大事な条件じゃないかなと思うんです。私ある時その講演に行きました時に、ある大学のドイツ語の先生がね、私を訪ねていらっしゃいまして、会いたい会いたいと思っていた先生にやっと目にかかれまして、こんな嬉しいことはないと、記念にこの2冊の方に何か書いてくださいというので、見たら私の本なんですけども、どうして2冊ですかって聞きましたら、いや実は私の友人の奥さんが先生に会いたがっているんですけども、今日はどうしても出てこれない、というので預かってきましたので、というんで私そこにサインしたんですけども、そのサインし終わった時に、来られないはずの奥さんが、まあ本当に駆け込んで来られまして、でその人は私の顔を見ると石になったんですね。本当にもう
壁にもたれかかるようにして、石みたいになと、こういうことってあるんですね。やっぱり人間というのは本当に会いたい人に会う時の衝撃というのはこういうものなんでしょうかね。日蓮上人の伝記読んでおりますと、日蓮が流罪人として佐渡に流されました時に、日明上人と、後に名前を付けられたある女の人が、この女の人は小さい女の子と二人で暮らしているんですね。旦那様と離婚して二人で暮らしていた。その人がもうはるばる佐渡の国まで訪ねてくる。もうこの文章は大変素晴らしい文章なんですけれども、この人がなぜこのね、無事にその山野を渡って、そして海を渡って佐渡へ来れたか、途中にはその画廊のような連中がいるわけですね。日蓮の言葉で言えば、山賊海賊十万世里、粛々止まり止まり、民の心虎のごとし犬のごとしと言われてた。その合戦で荒れ果てた人間がたくさんいる中を なぜ彼女が無事に到達できたか、おそらくそれはこの人のイメージの中にですね、日蓮上人という素晴らしいその人がいる。もうこれは男性ではなくて、彼女にとっては仏様そのものなんですね。その人をその自分のイメージのに抱き続けて旅をしていると、画廊のようなその男どもも、こういう女の人をどうすることもできなかったんでしょうね。いや、そういうこと確かにあると思いますよ。もしこれが、日蓮の中に男というものを感じて、その男である日蓮に会いたい女として行くんだったら、それはもうその、画廊のような男どもがこの女の人を放ってはおかなかったと思いますね。それができなかったというところに、私は人間の、凄まじさといいますかね、凄さというものを感じるんですけども、ちょっと難しい問題なんですけども、中国に梁水雑という人がおりまして、雑というのはお経の講義する人のことを雑というんですけれども、梁水雑が麻翼法哲という禅師のところへ行くんですね。この麻翼という人は馬祖道一というすごいお坊様の後継ぎなんですけれども、そこへ行く。そうすると麻翼は逃げるんですね。隙を担いで畑へ逃げていく。もう逃げられるともうその梁水は股をかける。でとうとうそのお寺の中へ逃げ込んで、扉をピシャーンと閉ざしてしまう。その扉をですね、梁水はガンガン叩く。それでも出てこない。次の日また行く、また扉を鼻先で閉められる。で今度は梁水も諦めないでガン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 戸を叩いて、麻翼前陣麻翼前陣と絶叫するんですよ。でその声をじっと内側で聞いていた麻翼前陣が、誰だって怒鳴り返す。誰だはないもんだよね。そりゃ梁水であることはよく分かってるんですけれども、そこで梁水が思わず梁水って言ってね、絶叫するんですね。まあこう人間、自分の名前をこんな風になかなか呼ばないと思いますね。それはやっぱり梁水でございますとか、私はなんて言うんじゃないですか。それがもうそんな風には言っちゃいられない、梁水と絶叫する。まあ私の考えでは、その時梁水の心を覆っていたなんかが抜け落ちたんでしょうかね。どうしてこんなに気違いみたいに、その気が狂ったみたいに、この人を追っかけ回しているのか、どうしてこの人は私の名前知ってるのに聞いたのか、どうして自分は梁水と絶叫したのか、それがいっぺんに分かってしまった。そこで梁水はもういっぺん叫ぶんです。麻翼前陣、梁水を騙さないでください。いいですね。この梁水を騙さないでください。別に麻翼前陣が梁水を騙すわけじゃない。人間、騙された騙されたなんて言うけど、実際は自分に騙されるんですね。自分でそう思い込んでいる幻に騙されるんで、
これは夫婦でも親子でもお互いが勝手に、イメージ、これはあまり良くないイメージですけれども、自分勝手なイメージを作って、それが実像と合わないと騙されたというふうにわめき出すんですけど、それは相手に騙されたんじゃない、自分に騙されたんだ、そういう自分に騙されるようなところにはもう私はおりませんぞというので、領水を騙さないでください、領水は騙されませんぞということですかね。いやー、こういうことも、麻薬禅師が、領水になかなか会うことを許さなかったからでしょうね。会いたいと言えば簡単に会えると思う、そういうところから正しい判断が麻痺していくんじゃないでしょうかね。これは日本のお坊さんの話ですけども、沢木耕道という老子様がいらっしゃいまして、この方が修禅寺の岡宗旦という老子の寺社をしていたそうですが、そこへ一人のお坊さんがやってくるわけですわ。そして、平蜘蛛のように平伏しているそのお坊さんの方を岡宗旦がじろっと見て、なんだっていうわけですね。そうすると雲水はその一言で震え上がって、それでは言わにはなりませんから、一大事についてお示しを願いますってこう言うんです。一大事っていうのは、仏がこの世に出られた因縁のことを一大事と言うんですけど、そうすると老子はスマーシと顔して、一大事と言ったって一体それは誰の一大事だって言うんです。それで雲水はいよいよ逆上しまして、わわわわ私のでありますって言ったところ、老子がですね、かか大笑しまして、お前一人の一大事なんぞどうでもいいじゃないかっつって跳ねつけた。これをその沢木老子、若い沢木老子が隣の部屋で聞いてて、シャモがひよこを蹴飛ばしたっていうような感じだったというんですね。いや、これがいいんですよね。シャモがひよこを可愛がっていたんじゃこの世の中は良くはなりませんよね。シャモがひよこを蹴飛ばすみたいに自分の部下を蹴飛ばしたり、することで初めてその部下というのは成長していくんじゃないでしょうかね。この頃は本当シャモみたいなその上司はだんだんいなくなりまして、ひよこがひよこを可愛がるようになったのはあんまり良くないと思いますね。さて、法華経の一番大事なところ、領意の例えというのがございます。例えば領意の知恵悟得して、明らかに法訳を調べ、よくもろもろの病落ちするがごとし、その人もろもろの子息多くして、もしは十、もしは二十、ないし百種なり、ことの縁あるをもって遠く予告に至れり、もろもろの子は後において他の毒薬を飲み、薬現れてもだえ悩み、血にまろべり、この時その父は巡り来たりて家に帰れり、もろもろの子は毒を飲みて、あるいは本心を失い、あるいは失わざるものあり、はるかにその父を見て皆大いに歓喜し、ひざまずきて問い尋ぬ、よく安穏に帰りたまえり、我らは愚痴にして誤って毒薬を服せり、願わくは救い癒されてさらに寿命をたまえと、こういうふうに言う。そのあるお医者さんの子供がたくさんいて、そのお医者さんがよそ行ってる間に、毒薬を飲んだ。その毒薬が現れて紋乱して地上に炎伝した。薬発紋乱炎伝うじというふうに読むんですね。私子供の時からこの、治療本というのをお経を読まされましたので、薬発紋乱炎伝うじというところ一つもわけはわからないで読んでいたんですけども、そのわけはわからないで読むというところがまた良かったんでしょうかね。今この文章を読みますと、ハイデガーというドイツの実存主義の哲学者がですね、人間のありようというものをゲボルフェンファイトというふうに言っている、投げ出されている。この薬発紋乱炎伝ウージーというのは、彼らはこの毒物のために非常な苦しみを受け、毒物に焼かれて地上をのたうち回ったとしようという文章でありまして、これが投げ出されているという状態ですね。
まあこれ例え話のように言われておりますけれども、実際の問題は、人間が毒を飲み、そして本心を失い、そして、地上に投げ出されるという、つまり人間